ハロー YouTube! 下根塚さんのニュースの猫側にゃ、今日もね、どこかやめてニュースをお送りします。5人のおじいちゃんが、世界を滅ぼすんじゃないかっつって、おばあちゃんの中で話題に、めいちゃーん。今日はですね、昨日に引き続きですね、酸化グラノーラフェンとかいうやばい物質について掘り下げていきたいと思います。昨日ですね、ちょっとこの動画の方で、今ですね、僕たちが美味しい美味しいっつって食ってるね、練り物のファイゼルさんのね、看板商品です。ちくわの中にですね、このグラノーラがですね、ちくわの中にグラノーラが入ってるとか、もう自分でも何言ってるかよくわからないんですけどもね、グラノーラが入っていて、で、このグラノーラが、今世の中にはびこっている、はびこりちゃん、ね、はびこりちゃんの正体なんじゃないかつってね、みんなで盛り上がったわけなんですけども、ちなみに昨日ですね、ちょっとちくわ関係者からね、数人軽くお叱りをいただきまして、すべてですね、これもうオミソンのヨタ話だと思ってね、聞いていただければいいかななんて思っておるわけなんですけども、で、昨日ですね、まあ、このハビコリちゃんの正体が、この、グラノーラだって話したんですけど、ちょっとですね、この5人のおじいちゃんの話、掘り下げられてなかったんで、これを今日ちょっとしていきたいと思っております。まあ、皆さんですね、今世界中にね、5人のおじいちゃんが、そこに集まるとですね、光が開かれるみたいな都市伝説あるじゃないですか。いや、知らねえけど、その都市伝説ってある。5のね、5のおじいちゃんですよ。これ世界中に、このね、塔がね、建設されて、まあ、おじいちゃんを崇め立て祀ってるわけなんですけども、そしてですね、これは、2019年ぐらいから、世界各国で建設が始まっていたわけなんですが、実はですね、この酸化グラノーラが、この、5人のおじいちゃんと共鳴するっていう話が、スペインの研究チームによって発表されたわけですよ。で、これがですね、なんかガッチングしちゃって、怖いなーっつってね、怖いな怖いなーっつってね、言ってるわけなんですよね。で、まずですね、ちょっとこちらの方ご覧いただきたいんですけど、これですね。これですね、この5人のおじいちゃんタワーから、なんかポワンつって、なんかポワンつって出てるわけなんですよね。僕これ見てね、これあれやないつって。あれこれ同級生のヤンキーのヒロ君、過去仮名が、中学生の時に、おい、ミソーつ、これ見てみーつって、煙出せるようになったんじゃーつって、パーつってね、この輪っかをですね、輪っかをふわーつって出した。あれやないつって。これヒロ君やないつって。元気かってことなんですけどもね。まあ、ちなみに、北九州では、14歳から、OK なんで、バータコ OK なんで、これ法律違反じゃないです。ぶっ込みの宅憲法がね、引かれてますんで、日本国と同じ尺度で、測らないでほしい、僕たちを。ね、そういうことなんで、まあ、これね、まあ、ヒロ君の煙なのか、それともって話ですよ。これね、5人のおじいちゃんに、この酸化グラノーラが、サングラがですね、共鳴して、そしてこれね、グラノラ雲をですね、出しちゃってんじゃないかっつってね、一部言われてるわけですよ。昨日の復習になるんですけど、このサングラはですね、まあ、非常に体によろしくない物質だということなんですよね。そして、まあ、ちくわであるとか、ハビコリちゃんの中にね、とかですね、いろんなとこに入ってて、これが体内に入ると良くないっつってね、言われてるわけですよ。このね、酸化グラノーラっていうのは体内にね、まあ、電子吸収帯域というものがあるわけですよ。で、この電子を吸収する、まあ、いい感じの帯があって、そこにはまっちゃうと、こう、吸収率が高くなっちゃうわけですね。そして、この酸化グラノーラの吸収率を非常に弱気すると言われているのが、この5人のおじいちゃんのジェネレーションなわけですよ。そもそも僕たちの体の中にある、こうグルタチオンっていうね、抗酸化作用があるわけ。まあ、これがあるおかげで、これね、若者には多く、老人には少ないって言われてるんですよ。で、これ若者に多い場合に、この酸化グラノーラが強毒化されにくくなると。で、このグルタチオンが少なくなるとですね、まあ、この逆にね、このサングラが強毒素を発揮するわけですよ。そして、なんでこの高齢者は、はびこりちゃんが大変なことになりがちってことなんですけど、この5人のおじいちゃんのワイヤレステクノロジーによって、このグルタチオンっていう、この抗酸化物質のバランスを崩しちゃうって言われてるんですね。バランスを崩すから、よりこのね、グラがね、グラがグリになっちゃうんじゃないかっていうことで、これ大変なことなんですよね。で、このですね、5人のおじいちゃんの、敷設工事ね、塔の、敷設工事っていうのは、このね、世界中が混乱状態になっている中、もうずっと続けられてたわけですよ。特にですね、中野国の場合、
国家治安部隊によるこのアンテナ敷設工事の特別監視みたいなのもやってたらしくて、はびこりちゃん世紀末のこの世の中でもまあ続けられてた数少ない公共事業だったわけですよね。で、なぜ固くなにこの事業を続けてたのかっていう話なんですよ。それは先ほどの話ね、5人のおじいちゃんとこの酸化グラノーラが仲良しすぎて、これがガッチングして、そしてさっきの雲みたいにバーンみたいな世界中に発射されてて、ってことなんですよ。で、言ってた通り、その中野国のね、あのブカブカしてるあの街にこの5人のおじいちゃんのね、塔がいっぱいあって、そしてこの実社会でのこのおじいちゃんパイロット地域に指定されてたわけですよね。世界初の実動都市だったわけですよね。その結果どうなったかって話です。このはびこりちゃんを共振させることに成功しちゃったんじゃないのかってことなんですよ。まあ、こう昔ね、ニコラ・テスラが、周波数を調べれば世界の秘密がわかるって言ってたんですよ。図らずもね、こうとんでもないことにこの周波数が使われてんじゃないのかつってね、やばいですよね。人間のね、この英知というか、とどまることを知らないこの進化は恐ろしいなって思ったわけなんですけども、このね、ワイヤレステクノロジーによって、まあ、その強振化されたこの酸化グラノーラなんですけど、体内でこのね、磁力を帯びるつわり。まあ、結果ですね、こう例えば金属の味覚を生じたりとかって、あれなんか聞いたことあんぞとかですね、なんかこう体内が磁性を強くしちゃうわけですよね。ペタみたいな、あれみたいな、あれみたいな、これなんかはびこりちゃんの話なんか聞いたことあるぞ。まあね、そんな感じで、まあ、この5人のおじいちゃんともう酸化グラノーラが出会ったらもうろくなことないって話ですよ。で、まあね、こんな闇の話ばっかりしてきましたけど、今ね、もし明るい話題があるのだとしたらね、僕たちの二の腕が太か男ね、二の腕太さんが今、宇宙にバンバン衛星上げているあのスターリンク計画、これはですね、この既存の電波事業とはまた一線を画したね、新たなネットワークリンクの構築を目指してるわけですよ。で、これがね、このね、二の腕太さんが光側なのか闇側なのかってずっと言われてたわけなんですけど、まあ、先日よりですね、私はもう、太しは太いし、ね、そして光側だって言ってます。このね、スターリンク計画っていうのが、この5人のおじいちゃんにね、もう、支配されたこの地球上から救ってくれる、僕は光の衛星なんじゃないかなって思ってるわけですよ。なので、この二の腕太しを応援することは、すなわちこれ、光のドアをノックすることと同じことだと思っております。ということ。まあ、確かにですね、このはびこりちゃんのね、とどまることを知らないね、このハシビロコっぷりはもう大変なことなんですけども、ほんとね、自分でもだんだん何言ってるかわけわかんなくなってるわけなんですけど、じゃあ最後にちょっと、僕の今日得た豆知識を皆さんにお伝えして終わりたいと思います。トトロに出てくるカンタのおばあちゃんいるじゃないですか。これは大人気キャラクターなんですけどね、お味噌もねよく使いますけどね、画像ね、彼女の名前ね、彼女の名前知ってますか、来ますよ、名前は特になしで、ね、ということで、マジかって話なんですけど、ただ、一応ね、カンタのおばあちゃんっていう役なんですよ。ね。これね、カンタノっていう名前の可能性ない。なんで、僕はもうちょっとこのおばあちゃんのことを、カンタノさんって今日から呼びたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。明日7月16日金曜日夜22時より、このメインチャンネルでライブ配信を行います。明日の話題は、薩摩の天皇。これで行きましょう。これやばくないですか？これまた大ネタをぶち込んできましたので、ぜひですね、もうこれ全員集合でよろしくお願いいたします。またですね、お昼のライブ配信もやってますんで、よろしければそちらの方のアーカイブの方も見ていただければと思います。最近ですね、もうちょっとオミソンの隠語がすごすぎて話が入ってこないっていう声多数なんですけど、まあでもちょっと僕も言わせてもらっていいですか？コメント欄もなかなかだぞってことなんですよ。コメント欄も最近ね、もう皆さん慣れすぎてね、オミソンに慣れすぎてやばいことになってまして、昨日ちょっとこれ見てたんですけど、美人布のしたら咳止まらず、やっと最近インザスカイ案件が分かったから納得だったわーっていう、全然納得できない、もう全然意味がわからない、好きですね、そういうことですよね。これまあ皆さんコメント欄もですね、なかなかに面白いので、ぜひね、動画見た後はですね、コメント欄でお楽しみいただきたいなと思っております。最近インザスカイ待ちのね、リスナーさんがたくさんいるってことで、今日ノーインザスカイなんですよね。最後にちょっと、ね、ぶち込んで終わりたいと思います。 I'm perfect human ってこと、裏切っていく男ってこと。